在宅で稼げるものについておすすめの本は何でしょうかということですね。あと主婦ができるもの、初心者でもできるもの、サラリーマンができるもの、まあ、空き時間にできるものということなんですけども、まあ、海外移住をご希望の方なので、どっちにしてもですね、海外移住後にですねオンラインで稼げる、要はネットビジネスが、重要になってくるというところだと思うんですけども、まあ、もちろん安定して長く稼いでいくということなので、もちろんサイトでですねコツコツ広告収入で稼ぐというのもできますし、まあ、YouTuber もあのレッドオーシャンですけども、どのジャンルもですね、ただ、まあ、きちんと方向性を決めてやっていけば、多少時間かかっても、まあ、チャンネル登録が増えて、広告収入が得られるようになるというようなことはあると思うんですけども、僕が一番いいのはやっぱり YouTube を動画集客に使うということですね。こうやって、もう今ショートでもそうなんですけども、まあ、1分ぐらいの動画をこうやって作って公式 LINE に誘導していく、そして、お客様と丁寧なコミュニケーションをしていくっていうのが一番いいのかな、誰でもできる方法かなと思ってます。